今試合やってんだよ。ちょっと前までやってたんだよ。でも急にこうやって終わってしまうからね。僕たちはこれで公開期終わるんですけど、まだ僕たちには自慢できる後輩がいっぱいいるので、そっちの応援をずっと何年も勝つまでしていただけたらなっていうふうに思います。背番号もらえなかった3年生、まあ、本当ありがとう。データ集めから後輩の手伝いからメンバーの手伝いから、ね、応援、ね、そんなためにね野球部入ったわけじゃないんだけど、最後まで腐らないで人のためにねてくれて本当にありがとう。心から思ってます。負けた瞬間に一番申し訳ないなと思ったのは、入れなかった11人、ありがとうございました本当に、まあ、グラウンドで戦ってたやつも一生懸命やってたし、これだけね能力のある、ね、入学の時にわこの子たち楽しみだなっていう学年をそれでも勝たせられなかったっていうのはすごくね責任を感じています。ただそれ以上に応援したくなるやつが多かった。個人的にエコひいきとかじゃない、こいつ頑張ってんなっていつも言ってるじゃない、頑張るの当たり前だから自慢するな。でも本当に頑張ってるやつが多くて、その頑張ってるやつがゲームに出れないと、背番号つけられないと、ね、そこをチームとして結果を出せなかったよりもそこの手助けをできなかったっていうことがすごく自分としては反省点というか、まあ、未熟な指導者なんだろうなと思ってます。ね、こんな言い方失礼かもしれないけど、たかがね野球ですよ。野球で結果が出なかったからといってその人間的なスタイルだけは変えないよ。本当に頑張ってる人ね、そのまま継続していってほしいなと思います。全員の中に悔しさがね残ってりゃいいなと思ってる。それは本当に上を目指してたんだろうなっていう。ね、今試合やってんだよ。ちょっと前までやってたんだよ。でも急にこうやって終わってしまうからね。まあ、負けると思ってないから、素晴らしい言葉なんか思い浮かばないんだけど、今日もこれからね帰ってねコンビニ寄って明日以降の話をして、まあ、それがもうできないんだろうなって。練習再開の時にああこいつらいないんだなと、ノックって怒ることもできないんだろうなっていう、それを考えるとすごく寂しいなと、思ってる。なんか、まあ、担任もやってるしね、ずっと見てきて、あ、こんなに変わるんだなとか、こんなに成長するんだなっていうところを、まあ、本当いっぱい見せてもらったんで、まあ、それをまた後輩たちが、ね、この壁を越えられるように、まあ、指導者としてサポートしてやっていきたいなと。野球終わってからもいろいろ付き合いはあるし、ね、できるサポートはやっていきたいなと思うから、もう
3年間ね、本当に3年間というか中3のね、中3の時に法政で野球やろう、本意ではなかったけどうち来てね、高一の4月に法政で野球やろうって、ね、そういう決断をしてくれてありがとうございました。うち来てよかったなと思ってくれれば十分、思えなかったらそれは 俺が申し訳ない、俺が悪い、うん、それはね、本当にカッコつけるんじゃなくて心から思ってることです。3年間ね、はい、ご苦労様でした、ありがとうございました。よし、終わりましょう。最後一番お世話になった人にしっかり挨拶しよう。はい、はい、みんなで帰るぞ。はい、はい、気付け、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。すごい。まず予選からここまでの試合応援してくださってありがとうございました。本当に皆さんの応援が力になって、こう苦しい展開もあったんですけど、そこでなんとか踏ん張れる力に入れたので本当に感謝しても。僕たちはこれで高校野球終わるんですけど、まだ僕たちには自慢できる後輩がいっぱいいるので、そっちの応援をちょっと何年も後までしていただけたらなっていうふうに思います。僕たちもここからの高専高校の野球部を応援していくので、皆さんもぜひいっぱいいい後輩たちいるので応援してくれたらなっていうふうに思います。今まで3年間食事の面だったり心の面だったりいろいろ負担かけること多かったと思うんですけど、本当にここまでやりきれたことに本当に感謝します。ありがとうございました。気をつけ、ありがとうございました。ありがとうございました。